村山智義宅で踊る住谷岩根、岡田達夫、高見沢自治家1924年。名簿とは、戦前日本のダダのグループ、日本のダダ運動の先をなす。関東大震災直前の1923年6月20日、ベルリンから帰国した美術家、村山智義の呼びかけで結成された。結成時のメンバーはこの他に、旧未来派美術協会の美術家、 柳瀬正夢、詩人の大形亀之介、画家の大浦修造と、門脇進郎がいた。彼らは、ダダイストならぬ、マボイストを自称。マボの語記には、同人の頭文字や、巻き散らした詩編の文字など諸説あるが定かではない。後に、岡田達夫、牧久夫、戸田達夫及び、高見沢路直、亡命ロシア人女性画家、ブブノワ、プロレタリア画家。 岡本陶器といった面々も参加している。1925年解散。孫の宣言私たちは先端に立つている。そして永久に先端に立つであろう。私たちは縛られていない。私たちは過激だ。私たちは革命する。私たちは進む。私たちは作る。私たちは絶えず肯定し、否定する。私たちは言葉のあらゆる意味にお手生きている。 比べるに、もののないほど、1923年7月、浅草の伝望院で第1回展開催。パンフレットで、村山の寄草による孫の宣言が発表される。8月、西奈落選管限移動展覧会を、計画、実施予告をして、新聞報道をにぎわす。これは2カ点落選作品を集めて、行動を練り歩く。 移動展の企画であったが、上野社の命令で直前に中止された。また、11月の第2回展は、街頭へ、広場へ、絶望へ、虚無へ、アトムの転換へ。マボ第3号1924年9月。翌1924年7月、斬新なデザインや版画を収めた、機関誌、マボを創刊。テーマは、 競技の美術としての絵画や彫刻のみならず、演劇や建築まで多岐にわたり、西洋の思想や理論の紹介も交えながら、1902に、内容だけでなく、装飾においてもデザインにおける実験性が随所に見られる。このうち3号は、高見沢寺寺家の冠灼玉をコラージュしたラシア面の像を表紙にしていたため、発金回収処分になった。青い感が愛 関東大震災の復興の途にあった1924年、孫は建築団体に混じって帝都復興総案件に参加し、ボリ発展や青い館といった実際の建築にも携わった。同年10月、孫を含む新興芸術の諸団体によって結成された参加の展開に相乗して、孫の脱領域性は一段と高まる。 一癖も二癖もある個性豊かな人々がより集まる。このグループは海外よりもむしろ他の分野を重視し、活動範囲が立体作品、建築、広告、デザイン、演劇、ダンスなどから、当時震災後のバラック設計から、舞台、ポスター、彫刻、詩、文学と幅広く、その上トラックに乗ってピストルをぶっぱなちつつ,つ、警官隊に追われながら、 銀座の街をデモンストレーションする洋出店といった派出器はあまりない行動により、当時からジャーナリズムの目を引き、今も前衛芸術運動士に確かな位置を占めており、このグループについて書かれたものも少なくはない。1925年9月に孫の過激派である岡田達夫らが参加点の会場に手騒動を起こし、参加は解散。それに伴って孫も休止した。 すべての僕が沸騰する村山と義の宇宙2012年119ページ ABCDEF 村山と義念年譜すべての僕が沸騰する村山と義の宇宙2012年215から240ページ ABCDEFG 山本博樹現代美術史欧米日本トランスナショナル中古新書2019年25ページ abcd マボ現代美術用語辞典バージョン2.0アーツケイップ2021年1月23日閲覧 abcd efg 三沸騰1923から1931すべての僕が沸騰する村山智義の宇宙2012年78から79ページ名簿 www.yanagimiwa.net 2021年1月30日閲覧波竜一郎日本のアバンギャルド芸術歴史と現在日本の九ダ百ダ1920-1970白川正尾編水平社2005年19ページすべての僕が沸騰する村山智義の宇宙2012年123ページ ありがとうございます。